来てないけど。春姉はよくうちに来るね。さすが砂兄を一途に愛してるランキング常連だね。うーだ、そういうこと言うとまた春が調子に乗って厄介なことになるだろう。え、いつもと全然違う展開。行動が予想できないランキングでも春姉は上位だからね。こらアホ牛、ついてくんな。張り倒すぞ。ランボさんもアイスクリーム食べたいもんね。うるせえ。俺が買いに行くのは10代目のアイスだ。俺っち頼まれてなくてもお使いに行くもんね。てめえは自分アイス食いてえだけだろうが。食いたいなら自分で買いやがれ。ランボさん自分で買わないもんね。人のお金を使って得するのが俺っちの得意技だもんね。いい加減にしろアホ牛。子供の慰め合いを見てると疲れるぜ。なんだ、いきなり怒りやがって。今日のアホ女はおかしいぜ。なんだよ、うせえな。なんでだよ。うん、ランボさん、春の言うことはちゃんと聞くもんね。早くしろよ。劇の準備で俺は暇じゃねえんだから。んなの知ってるっつーの。てめえはただ付きまとってるだけだろうが。10代目のそばにいて役に立ってるのはこの俺だ。お、お、アホ女にしてはなかなか分かってんじゃねえか。まあ聞くだけは聞いてやる。言ってみろ。剣のもいい加減にしろ。黙れや女。てめえマジで頭おかしくなったのか。おいてめえ、何の魂胆があんのか知らねえが、あんまり調子乗ってんじゃねえぞ。女はここにいるじゃねえか。わけわかんねえこと言うな、アホ牛。
ょっと待て、こら。あれ、あなた、春にそっくりです。アヒ、見間違いならしょうがないです。なんで、春が二人？知るか、俺に聞くな。黙れアホ牛。痛いもんね。ボクデラさん、ランボちゃんをいじめないでください。うしょうがねえな。あれれ、どうしました？今日は言い返してきませんね。うるせえ、てめえがさっき妙なことするから調子狂っちまっただけだ。とぼけんな。さっきまでここにいただろうが。ハギ、ここで何してたんですか？本気で脳みそぶっ壊れたか。てめえが俺をここに誘い出していきなり告ってきたんじゃねえか。な、そんなこと誰がしたんですか？夢でも見てたんじゃないですか？夢見てんのはてめえだ、アホ女。何たくらんでやがる。春はツナさん一筋です。そんなの知って、あーくそ、なんだっつんだ。もうゴクデラさん、そんなにもじもじしないでください。春まで恥ずかしくなってきます。してねえだろ。てめえの目にはどんなフィルターかかってんだ。もうなんだか春まで赤くなってきちゃったじゃないですか。人の話を聞きやがれ。